トーマス・トム・ウィリアム・コートニーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州出身の陸上競技選手。1956年メルボルンオリンピックの金メダリストである。コートニーは、フォーダム大学の学生だった1955年に、全米学生選手権の880ヤードを制して、大きく注目を浴びる。翌年の AAU の大会の400メートルも制し、 1956年メルボルンオリンピックに出場する。コートニーは800メートルに出場。決勝ではイギリスのデレック・ジョンソンと激しい勝負を繰り広げる。コートニーは残り40メートルとなったところまでジョンソンにリードを奪われていたが、最後は逆転し0.13秒差で金メダルを獲得。ゴール後疲れ果て倒れ込んだ。彼は後にこう述べている。 今までに味わったことのない苦しさで頭が割れそうだ表彰式はコートニーとジョンソンが回復するまで予定より1時間を暮らさざるを得なかった。それほど衝撃があったにもかかわらずコートニーは4400メートルリレーのアンカーとして再びレースに出場資金メダルを獲得した。コートニーは1957年5月に880ヤードで1分46秒。 八の世界新記録を樹立した。ありがとうございます。